やっぱりセットアップっていうのはもう本当に基本なので、はい、7番アイアンで構えた時のそのボールの位置がどこに皆さん構えてるのか、はい、僕は真ん中やや左なんですよ。ドロー人はちょっと中に入ります、はい、これがまずできてるかどうか。結構ドライバーばっかり練習する方が多くて、はい、アイアンもドライバーの位置にあるんです、左に置いて、はい、でスタンスもすごい広い。アイアンはもうなるべく肩幅ぐらいかちょっと広め、まずここができてるかどうかでボールにちゃんとコンタクトできるかどうかっていうのが変わってきます、はいはい、いいスイングしてもこれがずれてれば打点がずれて、うん、あの方向性も悪くなる。そうですね、まずはここですね。ピッチングになると、はい、ボール1個こっちになります。右寄りになる、はい、右寄りになります。5番アイアンだと、はいはい、さっきのところからボール1個半ぐらいこっち来ます、はい、はい、小さくなれば少し右に寄ってって、うん、大きくなればどんどん左に寄ってくっていう。